なんでですかね。やっぱり自分はちっちゃい時からそれしかやってこなかったんで、まあ、それしかできないっていうか、なんかそれしか残らなかった感じですかね。だからもうそれをやるしかないみたいな感じです。格闘技別に向いてるわけじゃないと思うんですけどだけどやっぱりその今までやってきたのがそれしかなかったんで、だから今もやってます。母体満足で生まれて健康なのにわざわざ怪我しに行く競技してるじゃないですか。別にあんたがいなくても大会は成り立つんだからあんたじゃなくたっていいじゃない。でもそれしか自分を表現する方法を知らなくって、なんかやめれるタイミングがあったのに今もやってるってことは、やっぱりそれが好きなことなんだと思うし、これがなくなったら自分じゃない。まあ、経験を多分積まないと簡単には勝てないので、経験しとくのは大事かなって。今年一発目でもあるので、もう勢いづけたいです。大物食いができるのが格闘技のいいところだと思うので。